栃木県日光市。楽しいお猿の芸で大人気の日光猿軍団。そのお猿たちの砦に戦いを挑む2人の美少女。その訳とは。フラオレプライドオブオレンジ。日光市を舞台にしたアニメが放送決定。そこで今回プラオレと日光猿軍団夢のコラボが実現。アニメプラオレとはアイスホッケーに青春をかける少女たちの物語。日光市に本拠地を置くアイスホッケーチームドリームモンキーズ。そのドリームモンキーズが開催する体験教室に参加して、すっかりアイスホッケーの魅力に取りつかれ、正式所属になる6人の少女たち。そんな中、強豪チーム釧路スノーホワイトに所属していた有名選手ユウがチームを辞めるだけでなく、アイスホッケーさえも辞める決意を固め、祖母の住む日光へとやってくる。そんなユウを再びリンクに引き戻したマナカたちドリームモンキーズ新人チーム。練習試合、合宿を経てみんなそれぞれ成長していく。またチームも一丸となっていく。これは少女たちの汗と涙の成長物語です。心の絆でパークをつなげ。皆さんこんにちは。10月放送開始のアニメプラオレプライドオブオレンジ、水沢彩香役相良真由です。猿軍団にやってきてくれたのは水沢彩香役の相良真由さん、そして高木直美役塩入飛鳥です。高木直美役の塩入飛鳥さん。栃木県日光市にある日光猿軍団劇場にやってきました。毎日お猿さんのエンターテインメントが行われているこの場所で、なんと今回私たちプラオレを宣伝していきたいと思います。広めるぞ。じゃあ行こうか。早速行くか。待ってください。あ、なんだなんだ。お、猿軍団から挑戦状が。挑戦状だと。挑戦状。なんか来てるよ。あ、何ですか。あ、巻物にしては横書きの。ね、相良さん、しおりさん、ようこそ日光猿軍団へ。あら。今日はアイスホッケーに青春を捧げる少女たちの物語、プラオレの PR ということですが、はい、簡単に我々が協力すると思ったら大間違いですよ。猿軍団の精鋭とアトラクションで勝負して、お二人が勝ったら番組放送期間中猿軍団は公式サポーターとしてガンガン盛り上げます。おうおう、もしお二人が負けてしまったら猿軍団は一切応援いたしません。お二人頑張ってくださいね。めっちゃ気持ち悪い。まさかの普通に PR できるかと思ったら解決しなくちゃいけないということですね。もうこれは勝つしかないんじゃない。まあでも私たちね、いけるでしょう、うん、まあ余裕だよ。頑張ります。自分たちの YouTube でもいろいろやってるし、自分を信じて頑張ろう、うん、できるはずです。ということで、じゃあ早速対決に向かいます。そんなわけでお猿さんと対決決定。果たしてどんな戦いが二人を待っているのか。もうお猿さんがいる。早速園内へ。ようこそ猿軍団へ。すごい。待っていたのは今回案内役を買って出てくれたユリアさん。猿回し芸21年の大ベテランなんです。これから対決をしていただくんですけども、はい、ちょっとその前に消毒をしていただきたいと思います。大事ですね、大事ですね、はい、今のご時世、じゃあお一人ずつこの下に手出してもらっていいですか。じゃあ私からお願いします。はい、じゃあお願いします。はい、どうぞ。ちょ、全然違うとこ向いてるよ。違うとこ向いてるよ。じゃあちゃんと真面目にお願いします。ああ、ありがとう、ありがとう。聞いてください。ありがとう、ありがとうございます。はい、じゃあくーちゃん、もう一方お願いします。全然目線は違うとこ見えるんだね。どうぞ、くーちゃん。OK ですか。はい、じゃあ消毒されました。バッチリということで、早速対決してみたいと思います。まず対決していただくのは、なんだこれは。こちら、猿軍団のとっても人気があるアトラクションの一つ、サルフォーキャッチャーです。サルフォーキャッチャー、すごい。
サルフォーキャッチャー、サル軍団人気のアトラクション。カプセルの中に1番から3番の札が入っていて、小さい番号を引いた方が勝ちとなります。私がゆめ子と申します。ゆめ子さん、でこちらサルフォーキャッチャー頑張ってくれるお猿さん、ハン君です。頑張ろうね。サル軍団チームから行きますからね、ハン君頼むよ。1番ね、1番ね、行きますよ。それではまずは1番のボタンを押して、ハン君お願いします。スタート。はい、おお、まだまだ動いてます。まだまだ動いてます。はい、じゃあ2番で、はい、キャッチ、キャッチ取りました。よいしょ、足でキャッチした。はい、おー、すごい、すごい。この中の数字が何番かですよね。なるほど、なるほど。それでは開けさせていただきます。猿軍団チームはなんと、じゃん、あ、2番です。妙なところ私1番引かなきゃ。そうですね、1番引けば勝ち。1番を引かないといけません。私が2番やるね。オッケー。じゃあまずしおちゃんが5をしてくればいいんじゃない。行きます。お願いします。ハン君頼むよ、1出してね。スタート。いけいけ。まだよ。どれだ。まだだよ。まだよ。まだよ。まだいける。はいはい、キャッチ、キャッチ。おー、素晴らしい。足のキャッチ。カプセルを取っていただいて、さあ何番でいるのか。開けますか。あ、開けました。あ、何番でしょうか。せーの、じゃん、3番。負けた。ちょっとハンク、ハンク3だよ。ちょっとこっち見ないわ。決まっとそうな顔してます。3だよ。ハンクどうしてくれる。ハンク3だよ。めちゃくちゃすまなさそうな顔してるね。ごめんみたいな。なんかあんな顔されたら仕方ないね。そういうもんだもんね。ごめんね、こっちがね。はい、じゃあちょっとこちらの対決は我々サル軍団の勝利ということでございますが、まだありますから、まだありますね、頑張ってくださいね。頑張ります、はい、続いて第2回戦からですね、ご覧ください、こちらです、はい、第2決戦、お猿とエアホッケー対決。おー、エアホッケーですよ。はい、じゃあルール説明しますね、はいはいはい。こちらにボードがありまして、1点取った方に、あそこにお猿ちゃんのマークがつきます。はい、3点取った方が勝ちというルールです。どちらか最初やっていただいて、1点取ったら選手交代していただいて、で、最後の3回戦目はどちらかお二人で最後誰が戦うか決めてください。はい、はい、それでは参りましょう。まずは最初はグーじゃんけん。はい、やつやね、いけるはず。よっしゃ、それでは最終決戦、頑張れ、さくら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 、ゴール、さくら、ゴール、さくら、さくら、いけ、さくら、ゴール、おー、いた、4位だ、おー、さくら、さくら、こっちお店さん、すごい、すごいわ、これ。はい、じゃあね、もうここで今二つ目のね、ゲーム終わりました。ここで1対1ですから。そうですね。ね、そしてこれエアホケ対決はプレオレの勝利でございます。第2回戦は見事プラオレチームの勝利。そして次が最終戦となる第3回戦。その内容は、さあこちらがね、生後3ヶ月の赤ちゃんです。あ、ここは上がっていただいて大丈夫ですか。いいですか。わー、すごい、あ、かわいいね。ちっちゃい、ちっちゃい。
い、すごい今いいワード言いましたね。早いですよね、とっても動きが。続いての対決は、はい、お猿さんのおむつカバーに書いてある文字を、3つ文字が書いてあるので、それを並べて何かの文字にするというゲームです。なるほど、なるほど。はい、できるかな。生後3ヶ月の赤ちゃんたちが暮らす赤ちゃんハウスで第3回戦です。さあ、それでは先ほど言った覚えてますね。あ、文字ですよね。文字です。それでは行ってみましょう。よーい、スタート。文字見せて。おいで、はい、キッチン。あ、一つ見つけました。はい、キッチン1個。私2個で盛り付いてます。しばしお猿さんたちと触れ合いタイムにしましょうか。ありがとうございます。どうぞどうぞ。あ、2つも来ました。あ、OK です。あ、髪の毛、髪の毛楽しい、髪の毛楽しい、かわいいね。私の髪の毛だよ。あ、ごめん、やだやだ。ちょっとやだ、かわいい。あ、ちょっとやだ。あ、ごめんごめん、やだね。あ、乗ってる。すごい、しおちゃんとかいっぱい乗ってる。2頭乗ってるよ。こら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 、2頭乗ってる。2頭乗ってる。私今どういう状況なんだ一体。後ろにね、2人いるね。後ろに今2人いるよ。すごい、めっちゃ疲れてんじゃん。ちょっと腕どうしたの。腕どうしたの。腕に乗っかってるのよ。あ、腕にしてんだ。そうそうそう。大丈夫、落ちない、落ちない。今後ろにね、2人いるよ。ああ、1人消えてた。すごい。あ、こっち来る。かわいいね。かわいいね。優しいね、いい子だね。髪の毛、髪の毛好き。髪の毛好きか。はい、赤ちゃんハウスはそうです、そうです、そうです、そうでした。すっかり忘れてた。そうですよ、癒されすぎてます、皆さん。はい、うん、というわけで、はい、3つの、ね、ゲームやらせてもらいましたけれども、はい、見事2対1でブラオレの勝利です。やったー、よかったー、よかったー、おめでとうございます。ありがとうございます。わけで、私たち日光猿軍団は、うん、ブラオレを全面的に応援していきたいと思います。やったー、嬉しい。よかった、はい、これからですね、日光猿軍団のメインステージをこれからお二人に楽しんでいただこうかと思います。はい、通常はね40分の公演でお客様に見ていただいてるんですけど、うん、今回は特別バージョンでダイジェスト版でね、いいとこ取りのショーにさせていただいてますので、ぜひお楽しみください。お願いします。はい、それでは劇場にご案内いたします。どうぞ。すごい大きいですね、劇場。ありがとうございます。見事勝利を収めたプラオレチームへ特別ステージのプレゼントです。それではお願いします。現在猿軍団劇場で上演されているパイレーツオブモンキー。お猿の海賊たちが世界を旅しながらお宝を探す大アドベンチャー。ギャグ満載の舞台は大爆笑間違いなし。なんだ今の間は。ったく、お前あれだろ、バカにしてんな。どうせこっち行ってこっち行って、お前次こっちだろ、ほら。単純なやつだわ。さっさと出てこい、ほら、熊よ、ほら、行って。ラストシーンはスリル満点です。よっしゃー、すげー。そうだそうだ、そうだ、そうだ、すごい。よっしゃー。さあ、さらさん、しおりさん、お楽しみいただけますでしょうか。すごい。我々、日光猿軍団はフラオレを全力で応援します。
けど、最後は私の気持ちを込めて全員でどうもありがとうございました。ステージ終了後、ユリアさんが案内してくれた場所はこちら猿山でして、芸をやっていたお猿さんたちが引退して、その後もこう楽しくで余生を過ごしてもらって、家族を作って余生を過ごせるようになっている施設なんです。一番奥に分かりますかね、大きいお猿さん。あ、います、います。あちらがボスですね。お、やっぱ猿といえばボスがいるんですね。そうなんです。あそこを筆頭にですね、まあ、女の子のお猿さんがいて、その家族が、それぞれの家族がいっぱい今ここで生活してます。あのちっちゃい子は子供なんです。そうです。はい、ぶどう、いくよ。はい、あー、全然違う。あー、どこあの大きい子が食べた。思ったより食べるのむずいね。難しい。うまい。めっちゃいいとこ行ってる。 おママ、ママ、これこれこれ、今、ちょ、ちょ、ちょ、ボス、ボスに行っちゃう。吸い寄せられてる。もっと遠いから、頑張って投げる。いいとこ行った。いけ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 。なんでいけいけ、あ、とったとった、あ、とんだ、よかったよかったよかった。よかった、やっと取れた。よかった。もうありがとう、ママ。よかった。いや、やっとだ。さあ、寂しいようですけれども、いよいよお別れの時が近づいてきてしまいました。もっと遊びたかった、楽しんでいただけましたか。めちゃくちゃ楽しかった。何が一番楽しかったですか。アイスプリティじゃない、エアホッケー。エアホッケー面白かった。確かに私あとあの、小猿さんと触れ合った。あ、やっぱり癒されました。ゲーム忘れてましたもんね。いや、もう途中忘れてましたね。そうですよね。え、おなんか来ましたね。え、なんだなんだ。え、すごいすごいすごい。うん、滑ってくる。え、すごい滑ってる。お、上手上手。しかもあれ着てるの、あ、え、もしかして私たちのドリームモンキーズじゃない。え、すごいすごい。スティックも持ってる。上手、すごい。え、すごい上手だね。この子もドリームモンキーズの一員に入れてください。ぜひぜひぜひ。モンキーズっていうぐらいだから ねそうですよ。本物ですもんね。本物のモンキーズですよ。やったー、認めてもらって、やったよいしょって。やった、うわ、かわいい。嬉しいね。え、最後にね、みんなでプラオレを宣伝して終わりましょうか。はい、ね、じゃあお二人からよろしくお願いします。はい、はい、プラオレプライドオブオレンジは、ここ日光を舞台にした史上初の女子アイスホッケーアニメになっています。はい、女の子たちがアイスホッケーに情熱をかける、うん、熱い熱い青春物語になっております。皆様どうぞ見てください。はい、プラオレはですね、10月放送開始となっておりまして、うん、栃木テレビ東京 MX 他で放送となりますので、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。お願いします。みんなプラオレ